俺はされた側だけど、嫁のくだらない仕返しの話。嫁はだし巻き卵が好きで、甘いのは苦手。俺は甘い卵焼きが好きだが、嫁の作る卵焼きは何だって美味しい。そんな嫁は、普段甘い卵焼きを入れてくれるんだが、それが最近、甘い卵焼きとだし巻き卵をランダムに入れてくるようになった。特に気にせず食べてたんだけど、ある日、気になって聞いてみたところ、嫁、ふふふ、甘い卵焼きだと思って食べたら、実はしょっぱかった。しょっぱい卵焼きだと思ったら、甘かった。あのがっかり感を、毎日俺くんに味合わせてあげようという、私なりの小さな嫌がらせなのだよ。いや、俺甘いのもしょっぱいのも好きだし、お前が作った卵焼きは何だって美味しいから、特にがっかりはしないけど。嫁、は?その後、腹をボコスカ殴られた。翌日、二段弁当の上段が、ふっくら卵に占領されてた。多分、嫌がらせなんだと思うが、中に混ぜ込まれた細かく切った野菜と、多分ほうれん草とじゃがいも、下に敷かれたベーコン、卵。卵生地に練り込まれたマヨネーズとチーズのおかげで、めちゃくちゃ美味しかった。料理の腕前のせいで、空回りしとる。